やっぱり静止状態からのダッシュは FF より FR の方が有利だってことだろう。こればっかりは駆動方式の違いですからね。予定通りってことなんですかね、この場合。そうだろうな。なかなかいい加速する86だったけど、智之が本気でアクセルを踏み切ってたかどうかは怪しいな。ここから1コーナーまでのわずか何秒って駆け引きがこのレース全体を大きく左右するってこともあり得るぜ。本当か、そりゃ。ああ、わかった。信じられねえことになってるぜ、京一。プロジェクト D のやつ、86を出してきた。てっきりっていうか、アップダウンのあるこのコースや、当然 FD を出してくると思ったのにな。なぜだ、凌介。俺の忠告を無視してまでどうして86にこだわる。この勝負、そんな生易しいもんじゃないぜ。バトルの立ち上がりで先行できたことは確かに有利なスタートには違いないが、ことはそれほど単純じゃないんだ。このスタート地点から第1コーナーまでのフル加速区間で相手に与えた情報量はでかい。ゼロ発進加速は車のポテンシャルがはっきり露呈するからな。一歩引いた位置からじっくり観察すれば86の戦闘力は丸裸だ。絶対的なエンジンパワーは優に及ばず、回転の上昇に伴う出力の特性からギアのつながりまで、こっちの手の内を全て見せたからにはプロ相手に駆け引きで勝つチャンスはまずない。駆け引きがダメなら何で勝負するんだ、ドラテクは。いくら藤原でもテクニックでプロを上回ることは無理だろう。かといって車の戦闘力にもアドバンテージはない。俺の見たところ敵の EK9 に欠点は見当たらない。パワーだけでも藤原の86と同等か、もしくはそれ以上。そんな、それじゃこれは初めから勝つ見込みの全くないバトルなのか、凌介。早合点するな、文博。そうとは言ってない。一つだけ、藤原にはプロのドライバーにも劣らないものがあるんだ。俺はそれにかけてケイスケでなく藤原を起用した。負けると決まっているバトルなんてプロジェクト D にはない。ストリートのスペシャリストとしてのプライドをかけて俺たちは戦うんだ。このコース大雑把に4つのセクションに分けて攻略するんだ。スタート直後はセンターラインのない狭い区間が続く。勝負を仕掛けるとしたらその先の第2セクション。トモさんぐらいになればある程度の道幅さえあればどこからでも仕掛けていける。第2セクションから先ならコースの幅が広くてラインの自由度があるからな。勝負はこのコースを1往復ってことになってるけど、このスタート地点に戻ってくるときにはどれぐらい差がついてるのか見ものだぜ。見通しが悪く狭かった道路がここから急に変わる。拡幅工事が終わった新設の第2セクション。見た目は綺麗だが路面はひどいもんだな。アスファルトの継ぎ目がバンピーで跳ねまくる。かなりパワーは出てるようだが86の古いサスペンションでどこまで踏んでいけるかな。バンピーな路面に吹っ飛ばされてもきちんとコントロールはできてるってわけか。まあ下手ではない。足も86にしてはよく仕上げてやるが苦しさは隠しきれないぞ。わからねえ。
こんなバトルに一体何の意味があるってんだ。こんなところに俺の探してる答えなんてあるもんか。ケスケさん。うっせえな、わかったよ。第二セクションに入ってる。あ、わかった。ペースケ、どこで何してたんだ。 FD の中で拗ねてたけど、アホらしくなって出てきた。聞きたいんだろ、理由を。ハイポイントコーナーを通過した。ここからはきついダウンヒルの第3セクション。どの辺まで付き合うか、この86に。そんなに長くは付き合えないぞ。こっちもプロとしての体面ってやつがあるからな。バカバカしいぜ。これ以上は時間の無駄だ。こんなところに答えがないことはやる前から分かりきってたことだ。自信を持って終わらせてやりゃいい。この86の前に出てしまえばそれで終わりだ。俺もさ、自分の頭で考えるようにしないと進歩がないからな。エンジン止めて FD の中で頭冷やして自分なりに理由を考えたんだ。そうしてるうちに分かってきたよ。相手がプロのレーサーと聞いて、俺はガチガチに入れ込みすぎてたんだ。意識しすぎて自分でもヤバいと思ったし、正直言って事故りそうで怖かった。あのまま俺が走ってもいい結果は出ない。兄貴もそう考えたんだろ。それもあるけど、本当のところはちょっと違う。速さってやつはぶっちゃけた話、経験の差で決まるんだ。ラップタイムの短縮を常に念頭に置いて走るレーサーの時間感覚のシビアさは、どんな練習をしたところで到底峠の走り屋レベルが到達できるもんじゃねえ。走り込みの量も質もまるで違う。俺は D の活動の中で行動最速理論の完成のために全く違う2つのアプローチで1つのゴールを目指している。 D に2人のドライバーがいるのはそういうことだ。ドライビングに才能なんてものがあるとすれば、それはないやつよりも少しだけ上達する時間が少なくて済むって程度のもんだ。努力の積み重ねをひっくり返してしまうほどの転生なんてありえない。少なくともこの俺は一度もそんなもの見たことはない。一人はサーキットで培われたモータースポーツ仕込みのテクニックを行動に応用していく正統派スタイル。そしてもう一人はストリート純粋培養のストリートスペシャリスト。峠という限られたステージを速く走ることに限定した変則的なスタイル。わかるか、ケースケ。今回の相手は正統派だ。それもとびきりのな。お前が藤原に対して劣っているというわけじゃない。わかるか、大輝。酒井、勝ち負けは経験の差だ。お前らが負けた理由がそれなら、友が絶対負けない理由もそれだ。走りの質の問題だ。プロ相手に勝てるチャンスはそこにしかない。なるほど、そこまで考えての選択だったのか。けどそれならそうと初めから言ってくれれば、俺たちだって混乱しないで済んだのに。それは謝るけど、本当に混乱してるのはあいつらの方なんだぜ。突っ込んでくるぞ、4連スネークハイピンに。
秋田の86があんなあっけなく消えるラインか。え、消えるライン、前走者の視界から見えなくなるラインだ。見た目には普通にインをついただけに見えるが、サーキットのレースでもよく使われる高等技術の追い抜きなんだ。バックミラーの死角をついて最短距離をカットしながら相手のラインへと滑り込んでいく。プロ同士でもうまく決まれば絶対に防げないタイミングってのがあるらしいからな。あっけないぐらいに見事だったな。ここの4連ヘアピンは道幅が広い上に進入ラインが何本も描ける形状になっているからな。それだけサーキットに近い条件が揃っているということだろう。レーシングドライバーにとってはまさに水を得た魚だ。早い。この橋の手前でこのコースの最高速を記録する。橋を渡ればその先はきつい上りの第4セクション。一気に引き離してジエンドだ。素人にしてはまあまあだったな。この橋を渡ると上りだ。車のパワーが足りなければついていけない。頼むぜ86、お前の心臓が頼りだ。食いついてくるが、ちょっとした珍事だぜ。ストレートの速い FD に対応してこのコースでトップスピードが出るポイントにギア比を合わせたことがここに来て裏目に出ている。ヒルクライムの低速コーナーにギア比が合っていない。相手がターボならこれでも対応できるんだが、まさか86を出してくるとは。これは確信犯だ。向こうのリーダーは頭がいい。ダウンヒルでは目立たなかったが、ヒルクライムではよくわかる。後ろの86の方がギアのつながりがいい。俺が2速で回るコーナーを向こうは1速を使っている。だがそんなことよりもこの86は抜かれてから確実に集中力を増してきている。よくついてくるもんだ。昔の自分を見ているような気分だぜ。このままじゃ絶対にスペースを空けてもらえない。どうする。見えなければいいんだ。さっき俺がやられたみたいに相手の視界から消えれば。やってみるしかない。いない。86がミラーから消えた。これは俺の車の音じゃない。いるのかそこに。なんだと。
やられたぜ。ついさっき俺がやってみせた消えるラインの応用のつもりか。一度抜いた車に峠で抜き返されたのはこれが初めてだぜ。だんだん分かってきた。社長が俺に何を見せたかったのか。だがこっからは遠慮しねえぜ。前にいるのか。スネークヘアピンの4つ目で行く。見せてやるよ。箱のレースではこんなパッシングもあるってことをな。させるほど強くは押してない。相手の姿勢を一瞬崩してやるだけだ。悪く思うなよ。これぐらいあっちの世界では日常茶飯事だぜ。凌介、教えてくれよ。わざわざ FC のナビに乗せて藤原にどんなアドバイスをしたのか。アドバイスはしていない。ただ見せただけさ。俺が自分で走り込んで作り上げたコースの攻略を。あいつは自分の走りとどこが違うのか直感的に理解して走ってるんだ。それじゃあ凌介がわざわざ先延ばして作り上げたコースの攻略を受け継いで藤原は走っているのか。ゴールはもう近いんだ。ここで離されたら絶対に二度とチャンスはない。またそれかよ。同じ手は二度と食わないぜ。ハチロクがついてこないぞ。なんだありゃ。ハチロクがライト消して走ってやがる。え、ハチロクのヘッドライトが消えてる。いる、ついてきている。ミラーには映らないが確実に後ろにいる。冗談じゃねえぞ。こんな真っ暗な峠道をヘッドライトを消したままで走り回れるのか。テールランプを見ちゃダメだ。見るのは前の車のヘッドライトが照らす道路。それをイメージに焼き付けて凌介さんが教えてくれたラインをなぞることだけに集中するんだ。参ったぜ。ここまでやられちゃうな。すげえよお前は。だがこの最終セクションにはもう追い抜きのポイントはないんだ。勝つのは俺だぜ。白くライト消えてんだ。すごいな。そこまでは教えていない。藤原のオリジナルだ。俺が藤原にかけていたものはこれだ。追い詰められてギリギリの状態で覚醒し進化するもの。ゴールはすぐそこだ。勝つには勝ったが諦めないぞ。隙があれば絶対行く。あの時なんでラインを。うん、
最終コーナーから一つ手前。ああ、あそこか。別に大したことじゃない。何かが道路を横切ったんだ。反射的に避けちまった。まあついてないときはこんなもんだ。ゴールまでが上り勾配だったこともな。そうだったんですか。そうか。お前には見えるはずがなかったな。あの、俺勝ちだよ、お前の。勝利の女神ってやつがどこかにいるとしたら、そいつを感動させるだけの何かが今日のお前にあったってことだろう。今日は俺の負けだ。ありがとうございました。社長が俺に何を言いたかったのか分かりましたよ。どうも。プロとして高いモチベーションを保つためには戻るべき原点が必要なんだって。苦しくて迷った時、俺はどこに戻ればいいのか分かったんです。今は清々しい気持ちですよ。そうか。Ready?